今日市原市外また市内からおいでの大勢のお客様、最後まで楽しんでいただければと思います。また北海道本祭に出場されるチームの皆さん、千葉よさこいのパワーを存分に発揮して来ていただきたいと思います。今日ここに翡翠人オリジナル曲のボーカル姫木さゆりさんも応援に駆けつけていただいております。一言どうぞ。ありがとうございます。皆さんこんにちは。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今年もですね、翡翠人チームのボーカルを務めさせていただきます、姫木さゆりです。翡翠人という漢字は違いますが、翡翠のようにキラキラと心も綺麗で、そして笑顔もバッチリの翡翠人、どうぞ皆さん盛大な拍手と応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そして2017オリジナル曲花祭りが最終演舞と踊り納めとなります。こちらの方もご声援をいただきまして、新たな曲が生まれようとしております。また秋の9月国府祭りにはご披露させていただきますので、どうぞお楽しみにご期待いただきたいと思います。それでは参ります。翡翠人2017花祭り、構え。
水人の皆さん。